はい、木の店屋さん、僕です。今日はですね、製材所に来てて、これから製材の方ね、やっていこうかなと思います。これは手焼きになります。サイズが、長さが3メーターになってて、で今ねここがまあ幹が割れて縁が2つ入ってるんで、こっちが末吉なんですね。この末吉でまあ40センチっていう風な感じになってて、狭いところですね。狭いところで40センチ、広いところで55センチくらいありますね。まあ、そういう風な末吉になってますね。そこにちょっとね、鬼皮が残ってますけど、だいたいほとんどね、まあ、皮が取れた状態で、もう面管がね結構もうそのまま見えて。こんな感じで今ね、これから製材されるような感じですね。元口の方がだいたい48センチぐらいなんですね。原木出し粉の方がちょっとこうね、枝というかこう節なんですかね、コブのような感じでちょっと飛び出してたりとか、まあ、そういう風な感じでね、完全な、まあ、直材というよりは少しこう曲線があるようなね、そういう原木になってますね。目割れみたいな感じはね、まあ、芯のところにちょっと入ってるぐらいで、あとは、まあ、星型にね、まあ、日割れというかね、割れが入っているような感じなので、そんな大きいね、太いものではないんだけど、年輪が結構緻密でね、値幅がね結構細かくて、値幅の細かい緻密な1枚板がね取れたらいいかなと思いますね。この板は1寸、30ミリで製造します。
2分60ミリで展開します。原木の方ね、回転させて、今度はね、反対側の方を製材していきます。これは1分30ミリで製材します。
これは1寸5分、45ミリで正解します。最後 の引き残りの方がだいたい70ミリぐらいの、ね、引き残りになりましたね。まあ、そっちが、まあ、二股の芯が入っててね、向こうも芯が入ってたので、まあ、芯持ち材の板ですね。欅の方が製材が終わりました。そうですね、まあね、そんなね太い木ではなかったんだけど、前半戦の方でね、引いた1枚だとですね、まあ、芯の近くになって原木を反対にしてね、反対側から取った1枚だとでだいぶ形とかね、木もこう雰囲気がね違ってるのが、取れたのかなっていう風な感じですね。この手前のこう板なんかもね薄いものなんですけどね、まあ、形の面白いのが取れたりとか、芯を外したところでまあ、一番広いところでだいたい45センチくらいの幅の、1枚板がね1枚ぐらいですかね。あとはそれ以外はねだいたい40センチ弱ぐらいの、あまり広くないですけど、そういった感じの板がね、取れました。全体的にやっぱ目積みが良くて、結構緻密でね、で赤身の幅が結構あってね、そういった感じでいいね1枚板が取れたかなと思います。全体終わりました。ありがとうございます。